床ソムリエチェック。今回ポップコ様に挑戦していただく床はこちら、タイタンの床です。あ、いやいや、 A と B のどちらが極タイタンの床か当ててもらいます。よいしょ。では早速、極の床どんだけ舐めた思ってんねん。この構内に激震が走るような舌触り、スモーキーなニュアンスが味に深みを与えてる。このトパーズのような発色から感じるぬくもりと開発からの冷酷なサーサイフン。 A が極の床で間違いない、 B は新タイタンの床やね。重みが違う。結果発表、私が入った部屋が正解です。ポップテピピック機関船床ソムリエチェック。今回ポップコ様に挑戦していただく床はこちら、タイタンの床です。よしだ。 A と B のどちらが極タイタンの床か当ててもらいます。よいしょ。では早速、極の床どんだけ舐めたと思ってんねん。こんなんすぐわかるわ。おお、この口内に激震が走るような舌触り、スモーキーなニュアンスが味に深みを与えてる。このトパーズのような発色から感じるぬくもりと開発からの冷酷な殺意。へえ、ペッ、 A が極の床で間違いない、 B は新タイタンの床やね。重みが違う。結果発表、私が入った部屋が正解です。大正解。ポップテピピック。